こんにちは SBI 証券の鈴木でございます8月28日水曜日の新興株ウィークリーをお伝えしたいと思います、えー、今日の、えー、テーマはですねいよいよ NVIDIA 決算発表好業績中古型半導体関連7銘柄ということでお伝えしたいと思いますさて東京株式市場では8月16日に日経平均が、えー、38,000を回復 その後、えー、一進一退の展開が続いておりますこちらですね、えー、8月27日時点で、えー、東証プライム市場指数が7月末比、えー、-4% と、えー、戻り、えー、難聴な、えー、一方で東証グロス市場指数はですね、えー、3.5%プラスとアウトパフォームしております、まあ、このグラフに表れているようにですね、えー 今回については、結構東証グロス市場の方がですね、えー、戻りがまあ良くなっているという形です。日米、金利差縮小によってですね、えー、外為市場では円高ドル安が進行影響を受けにくい、内需株や海外売上、高比率の低い銘柄に買い切りが入りやすくなりました。えー、また、えー、アメリカの直近率の低下時にはですね。中高型のグロース株が物色されやすい傾向もあります。 ただ、8月28日水曜日にです、ねえー、生成 AI 向けの半導体大手 NVIDIA の決算発表を控えて様子見を決め込む投資家も多いようです発表直前ではスーパーマイクロコンピューターなど関連機能の企業のです、ね、直近決算動向から、えーまあえー、見,見,か見方が情報修正される余地もあると考えられます。 ただ新製品ブラックウェルの量産出荷が遅延するという観測もありガイダンスにどの程度影響を及ぼすか注目、まあこれがですねこの収録段階の NVIDIA 決算発表前の状況というふうにお,おご理解いただければと思います、まあ、この収録をですね木曜日以降ご覧の方はですね NVIDIA の決算発表がですね 出てるという方もいら,っしゃいらっしゃってくるという形になります。えー、さて8月4日に公表された、えー、この世界半導体出荷動向はですね前年同月比15.6%と、えー、前月の22.6%から伸び率鈍化となりました。 えーまあ、プラスはプラスなんですけどそのプラスが小さくなったということですね。民、え、生、ー、品向けや支え向けの難聴が続きまして特に自動車用や産業機器などに使用される、えー、CMOS イメージセンサーは13.6%減と前月の5.7%増からマイナスに転じております一方生成 AI 向けにも使用される DRAM や NAND などのメモリーはですね8か月連続で2桁 以上の高い伸びを、えー、維持した格好です、えー、まだ当面半導体が同位材料として注目される展開が続くと想定されます そこで今回の新興株ウィークリーではです、ね、中国型半導体関連についてです、ね、再吟味します。半導体主義が分野によって強弱感がまちまちの中でです、ね、で堅調な業績を背景に株価の上昇に転じる可能性のある銘柄を抽出するためです、ね、スクリーニングを行ってみました。こちらがスクリーニング条件になります スタンダード市場またはグロース市場上場銘柄であること、えー、銘柄検索ウィンドウに半導体と入力し出力される銘柄と、まああのー、キーワードで引っ掛けている部分がありますので,です、ねえー、半導体への関連の強弱は差があることはご了承いただきたいと思いますそして8月26日までの20営業日で,です、ね、1日当たりの平均出来高が2万株以上。 直近四半期の売上高が前年同期比で増収そして直近四半期のです、ね、業利益が前年同期比で10%以上増益、えー、取引所または日商金当社による信用規制注意喚起銘柄を除くとしております。 でまああのプライム市場銘柄の方がやはり半導体関連銘柄多いということで、まあ、中古型株はですね、えー、少し絞られた銘柄になります。 今日はこちらにご紹介した銘柄からですね2銘柄ほどご紹介しますえちなみに、えー、この順番はですね、えー、右側に、えー、この四半期3ヶ月の営業増益率ありますけれども黒字転換を優先としてですね増益率が高い順というふうになっております まず、えー、日本電子材料ですねこちらはあのーえー、半導体ウエハーテストで用いられる、えー、ブロブカードの大手企業ということになります。 まあ、プローブカードのあごめんなさいプローブカードですねプローブはですね、えー、まあ、深い針という意味ですで、ね、カードは基板という意味なんですけれども半導体製造前工程でですね半導体の良否を判定するウエハテストで用いられる消耗品と いいいいいうふうふにご理解いただければいいかなと思います、えー、当社の売上構成費の99%はですねこのブローブカードを供給する半導体検査用部品関連事業というふうになっております、えー、ちなみに、えー、海外にも展開しておりまして売上高海外比率ですね44%と、えー、前期の基準ではそうなっております8月7日に発表された、えー、第一決算 市販機のあ2025年3月期三、えーまあ、月期決算の会社で,で第一四半期の決算ではです、ね、売上高が20%増営業利益が11億円357%増と、えー、増収大幅増益というふうになりました、えー、この好調なです、ね、第一四半期の決算を受けてです、ね、第二四半期の業績予想情報修正を発表しております。 営業利益でいくとと億億から23億と大幅に修正してましたですねで。これ非常に珍しいんですけど通期についてはですね基礎段階では営業利益で見ると24億円というふうにしていたわけなんですけれどもまあこれ中間期で23億円いきそうだという見通しに変わっていますんで、えー、これ一旦取り下げますということにして、えー、されております。 会社側としてはです、ね、生成 AI 向けの需要は引き続き拡大すると見込んでおり下期以降のブローブプローブカード需要についてもその影響を受ける可能性がありますと説明していましてプローブカードではライバルとなる日本マイクロニクスプライム市場6871まあご参考までにそちらも見ていただきたいんですが。 えー、この46月期は大幅増益となり、えー、24年12月期は営業利益が118%増える見込みで、えー、業界環境が好、ま、転、あ、しているということがうかがえます。 株価は7月11日に年初来高値4145円をつけた後8月5日まあ株価が急落したしですね2175円まで下げておりますこちらもう一回チャート見てみましょう4145円からまあ結構、鋭角的に落ちてそしてその後少し戻って少し上値が重いかなという形ですね。 えただ、通期業績予想が改めて情報修正される可能性がありですね、押、ま、し、あ、めは買いの後期になる可能性も大きいです。まあ、この収録段階では、エヌビディアの決算発表、えー、の結果が分からずですね、まあえー、それによってです、ね、この木、金と 株価のです、ね、少し方向感が変わってくる可能性動きが変わってくる可能性があるんですが何、まあえー、かの事情でですね押し、まあ、めが出てくると、えー、この赤い線の200日移動平均線などもありますので,です、ねえー、そういった押しめ買いのタイミングかなというふうな状況になるんじゃないかなと思いますさてもう1個東洋合成工業ですね えー、この会社はですね半導体製造で電子回路を焼き付けるため光に反応して、えー、性質を変える薬剤フォトレジストをウハの、えーまあえー、半導体製造ではですねこの電子回路を焼き付けるためこのフォトレジストというです、ねえー、この材料をですね上ハの表面に、えー、塗布するんですね。 でこの会社はですねフォードトーレジストの原料となる観光材で世界シェアが5割超とトップを誇る企業ということになりますフォトーレジスト用観光材ということですねグローバルニッチトップ企業100選にも選定された経歴があります売上構成比ではこの観光材事業が61%化成品が39% また観光財事業の85%が半導体ディスプレイそのだった電子財関係が占めているということでまあ新越価学などが大手の顧客というふうになっております、えー、中期経計画ではですねまあ2027年3月期、えー、目処なんですけれども、えー、期間累計の設備投資地2022 2023年3月期から2027年3月期まで設備調布市300億円を掲げておりますうち120億円はですね観光材工場の先端品生産能力これを1.8倍に拡大するために使用されるということでまあ、えー、本年9月完成の予定になっております。 直近では8月9日にですね、大四半期の業績を発表しております。業利益で見ると13億円、前年度期比56%増ということになります。在庫調整が一巡して四半期売上高は過去最高水準まで回復。まあ、発表と同時に中間通期計画の売上、利益項目を上方修正と。 しております。まあ、想定以上の需要の急回復と円安が織り込まれております。えー、想定為替レート1ドル148円置きでした。まあ一応円安がメリットになる会社として今現状はですね、その想定為替レートよりも円高ということで、まあえ少し為替はマイナスに振りてきたんじゃないかという見方当然ありますですね。 えー、ただ、まあ、第一四半期の状況を見てみると、えーまあ、第一四半期前年同期で営業利益が4億6,000万増えたんですが円安効果はまあ 7000万ほどということでやっぱり売上げの企業の方が大きいかなということなのでまああまり少し円高にぶれたぐらいのことは気にしないでいいのかなと思いますあとこの銘柄ですね SBI 証券の企業調査部でもカバレッジしております企業調査部によってカバレッジしていますで、大手半導体メーカーの最先端半導体のですね生産動向を踏まえ開始 した計画は保守的ではないかというふうに企業調査部では見ております。この半導体の微細化に伴ってですね、えー、この会社の製品の長期成長が続くのではないかと見られます。会社計画ですと営業利益三十六億円ですが、えー、企業調査部では三十八億五千万円というふうに見ます、見ております。 また8月7日には国内大手証券が投資判断を中立から簡易に引き上げを実施しました各社の名ナレスによる目標株価はですね1万円を超えており、えー、現在の株価ですねこちらとの乖離が大きいのかなということでその乖離が埋まる展開に期待したいというふうに思っております、えー、本日はですね、まあ、NBDA の決算発表ありますけれどもですね、えー 好業績の半導体関連銘柄についてお伝えさせていただきました。まあ、N.B.D.A. の決算発表の中身によってですね、えー、半導体関連銘柄の動きがまあ、えー、木曜日以降、えー、変わっている可能性ありますけれどもですね、えー、それに応じてまあ押し目買いのチャンスも出てくるのかなというふうに思っております。えー、本日は以上で終了させていただきます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。